うん、い,いす皆さんこんにちはほじろい写真家タタイイムラプスクリエイターなですなんかこの部屋からこのアングルでゴニョゴニョ配信をゴニョゴニョチャンネルを更新するのもなんかちょっと違和感あるような気もしますけど、えー、今日はですねお伝えしたいことがあってこの TT アルチザン1 1ミリの F2.8 という魚眼レンズについて、えー、お伝えします。これ おし,しますっていうかね、これ、ちゃんと動画作ろうと思いつ,つも、なかなか手をつけれなくいいんですけど、あのね、えっ、ー、と、私が今まで使ってきた魚眼レンズの中で、最高性能だと思う、マジで。最高性能だと思うです。で、これ GFX 用なんですけど、追加で私ね、Z 用も買っちゃったの。そのぐらいいい魚眼レンズ。で、成形写真ってさ、魚眼レンズって1本あればいいって。 1>, ね、1本は持ってた方がいいですよみたいな話ありますけどこの TT アルチザンはねずば抜けていいですこれ GFX につけるとねまあこういう感じの結構なんていうかあんまりかお世辞にもかっこいいとは言えない感じの外観になるんですけどそのまま GFX のフル 画素で使うとあの演習魚眼みたいな感じになって 35mm フォーマットモードでやるとあの普通の魚眼で使えるみたいな感じなんですよね。TT チザン名称工学っていうのかなっていう名前の中国のメーカーなんですけど国内では正規代理店は焦点工房さんっていうところなんですよね焦点工房さん。でこの GFX の魚眼レンズがあまりにも良かったもんだから Z 用でも買い足そうと思って。 もう Z 用買ったんですけど、私間違って、その、正規代理店の商店工房さん以外のところから買っちゃったんですよ。そしたらね、全然ダメなやつ来たんですよね。<laughs> 全然ダメっていうかね、まあ、えっ、ー、とね、ギリギリピントが合わないっていう症状のやつが来たんですよ。うわ、マジかと。で、まあ、アマゾンさんで買ったのですぐ返品したんですけど、その後、商店工房さんから、 買い直したらもう完璧なものが届いたのであの他のお店で安い値段が例え出てたとしてもこのレンズは絶対商店工房さんで買った方がいいです。やっぱやっぱ商店工房さんがねちゃんとチェックしてく検品してくれてるんだよ調整を。でこれはやっぱりもともとはいいレンズなんだろうけど調整具合によっては全然全然っていうかまあ自分が求めている。 えー、性能が出なかったのででも商店工房さんから買ったやつは全く問題なかったんですよね。でねなんでこんな話をするかというとねあのやっぱり似たたよような、あのー、問い合わせがあったんですよ、まあ、ユーザーさんから「あ,のあなたが勧めてる TTR 地産買いましたがあんまりよくありませんでしたと」というのがあって「どこで買いましたか?」って言ったらねやっぱね変なところ買ってんだよ。<laughs> あの商店工房さんから買い直してくださいって言ったらえその人は商店工房さんから買い直してあのすいませんでしたと今度はもう十分に満足できる性能のものが来ましたっていう話をされてたんですよねだからやっぱね正規代理店って大事だねで最近さそのアマゾンとかでもうめちゃめちゃ安い値段出ててこれその正規代理店で買う必要ねえよみたいなさそういうパターンありますけど まあこのレンズに限ってはやっぱりちゃんとえ検査調整をしてくれてる商店工房さんがだからそっから買うようにしましょうとえ正規代理店をもっと大事にしましょうと日本人子どにしてくれてるんでねということをえちょっとお伝えしたいなと思ってえ動画にしましたこのレンズでねあの撮影した画像とかはちゃんとえ動画にしてアップしようとは思ってますんで まあ楽しみにお待ちいただければなと。というかまあ、それ待たなくてもね、買った方がいいよ。このレンズ。マジでいいから。めちゃめちゃおすすめです。はい。ということで、今日のこのゴノ Vlog はこんな感じで終わります。えー、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。したっけねしたっけね